あれ、ここは僕が行く感じですか。さあ、始まりました、おかっぱみゆきとメガネズの生配信ではなくて YouTube のプレミア公開の時間ですよ。皆さん、ご視聴ありがとうございます。我々が、じゃあ行きます、おかっぱみゆきとメガネズでーす。よろしくお願いします。さあ、この時間はですね、どんな時間かと言いますと、私たちおかっぱみゆきとメガネズの、まあトークあり、オリジナルソングの弾き語りあり、まあカバーソングの弾き語りもやったりするかもしれませんし、でみんなでチャットをしながらワイ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 30分間楽しもうぜっていう時間です。皆さん一緒に楽しみましょう。多分今私シェイドもおかっぱみゆきさんもね、チャットでトークに参加していると思います。なかなかね、そういうことをする時間って珍しいと思うんで、そういうことってどういうことって感じだけど、楽しく過ごしましょう。よろしくお願いします。さあ、今日は YouTube プレミア公開4回目になりますね。過去3回は私シェイドの絵を描いたりとか、しりとりやったりとかで、前回のプレミア公開は MC のね、絶対受ける鉄板 MC っていうのは、ライブの時のトークの鉄板のトークをね、ちょっと私シェイドがやったりしたんですが、まあいかんせんどれもこれもこうグダグダというかでしたが、今日はどんな風になるのか、こうご期待。イエーイ、頑張ったね頑張ったね、シェイド君、オープニング頑張ったね頑張って喋ってたね、すごい、私成長を今感じたよ、ね、何分ぐらいですかね、2分ぐらい喋ってたかな。成長を感じました、うん、昔だって絶対 MC 喋らなかった、何も喋トークしなかった人だったので、私ちょっと感動しながら見ておりました素晴らしかったです、シェイドさん、ありがとうございます。おかっぱみゆきとねメガネズのライブを見たことある方はご存知かと思うんですけど、もうね、私がひたすら喋りまくるもんですから、そうですね、持ち時間の半分以上をトークで費やしてしまうというですね、喋り具合なんですね、はい、なのでシェイド君あんま喋んないんですよ。まあここでね、こう僕まで喋りだしたら30分のライブ全部喋ることになっちゃうからそうだね、Facebook の生配信をね、はい、毎週2回ずつやってるんですけど、はい、その時も私がもうマシンガントークなもんですから、うん、シェイド君ちょっと控えめにされてるんですけど、はい、今日はね、オープニングすべてシェイドさんがやってくれました、うん、すごい上手、素晴らしい、なかなか珍しいですよね、もうこれで任せられますね、オープニングはオープニング任せられますね。それはどうかな、あれ向かい来た、私大丈夫ねえ、本当にありがとうございます、おめでとうございます、シェイドさん独り立ち、やったー、独り立ち、おめでとうございます、やったねえ、はい、今後ね、どん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 シェイド君もきっと面白トークバリバリ炸裂してくれると思いますんで私もですね、今日の感動を胸にちょっと期待を膨らませていきたいと思いますぜひ皆さんも今後のシェイド君のトーク力をご期待ください、お願いします。お願いしちゃった。 YouTube のプレミア公開はとりあえず4回やりましたけど、はいはい、ここからもこれからはどうしていきましょうかね。そうなのよ、ね、決まってません、いつもね毎週2回 Facebook で生配信っていう感じにやってたんですけど、はい、そうで、私がちょっとね2週間ばかし北海道の方に旅に出るということで、はい、特別に収録っていう形でプレミア公開、うん、YouTube プレミア公開にチャレンジしてみたんですけども、チャレンジしましたね。そうでね、この4回通して、はい、非常に盛り上がった場合はYouTube でも生配信のね、あできるんですよ、はい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 、YouTube ライブだっけ、そうありますね、なんで YouTube もやりつつ、はい、同時に Facebook も配信とかねやっていけたらいいんじゃないかな。あ、なるほど、それいいかも。そう、今ね使ってるカメラスタンドの他にもカメラスタンドあるん で、うん、なんで同時でね、そう、一応やってみっか。あれ
似てた似てた。ごくごく。ごく。一応やってみっか。あれ、シェイド君、テンさん死なないでならできるじゃない。テンさん死なないで。明るいな。テンさん死なないで。もうちょっと、もうちょっと、チャオズで、チャオズ。もうちょっとなんかほら、と書いてチャオズです。もうちょっと切羽詰まってる感じ。テンさん死なないで。みたいな。テンさん死なないで。おめえ、強えな。おめえ、強えな。難しいね。最近練習してんだよ、悟空の真似。悟空の真似の練習してんの。そう。さあここでですね、曲を一丁やってみたいと思うんですけれども、はい、練習するもの間違ってる気がします。音楽の練習をね、歌の練習しなさいって感じだけどね、はい、じゃあ真面目に、はい、真面目な曲紹介をお願いします。はい、おかっぱみゆきとメガネズで会いたくない。会いたくない。なんで2回言ったんすか。大事なことだからっすか。心ざわつくそんな毎日、君に会いたくない。いらん言葉で傷つけそうだ、君に会いたくない。悲しい話は必要ない。何ができるの？来たことないな。さっきさ、ちょっとさ、悟空とチャオズやってくれたじゃん。チャオズ、そう、チャオズ、チャオズになってたのかな。おし、ほら
悟空あっあら悟空あっほら悟空似てないな、どうやったら本当練習はやってんだけどね、練習一緒に家ではぁはめはめはぁはぁやってんだけどね、一人で家で。なるほどね、うん、どうなんだろう、うん、シェアさん、じゃあさ、はいはい、ピカチュウのモノマネは。あピカチュウのモノマネか、ピカピカピカみたいな、ピカ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 シェードさんだわ、声の高いシェードさんだこんなの普段しないからね。ピカ、あと何があったっけ、キャラクターで言う、はい、ドラえもん、あのび太くんドス聞いてるイメージで難しいよね声真似か、ね、ドラえもんだって私たち信夫世代じゃん、大山信夫さん世代じゃん、はい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 、ねあの水田わさびさんの世代じゃないからさ、うん、それも分かれるよねドラえもん。確かにちょっとドラえもん難しい。あシェードくんできそうなやつあったよ、ミッキーマウス。僕ミッキー、あ見てる見てるははははは、あそうそうはは見てる見てる見てる、これいけんじゃない、これいけんじゃない。シェルさんじゃあさ今度じゃあもしだよ、もしもし飲み会があったらはい飲み会、うん、シェルさんちょっと酔っ払ってちょっとガソリンが入ってきて、はい、ちょっとさ楽しくなってきたらやってみたら、僕ミッキー、みんなミッキーだよミッキーでちょっとあの乾杯の温度とか取ってみてもらうんですか。じゃあグラスを持ってください、それでは乾杯。あ、ぽい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 、採用採用、シェイドさん新しい新しい特技ができました。モノマネっていう特技かけ、あのこれ履歴書に書いていいよミッキーのモノマネっつって。じゃあちょっとうまいじゃん。ミッキーの声ってちゃんと聞いたことないか、うん、ディズニーランドって1回しか行ったことないんだよね。あそうなんだ、ディズニーシーは行ったことない。あそうなんだ。しかもディズニーランド行ったのも小学校入ったばっかりぐらいだからあんまり覚えてないんだよね。そうなんだ、30年前ぐらい。プラモデル買って帰ってきたの。しかもプラモデル、そうしかもなぜか、いやねなんだっけ、ゾイドって知ってる。わかんないわかんないわかんない。そのゾイドってシェイドのシェイド、ゾイドやあの恐竜のロボットみたいなやつがあって、うん、それが昔はゾイドだったと思うけど、わかんないわかんないわかんない。それとシンデレラ城を見てすげーと思ったのは覚えてる。おーそうなんだ。え、いや、あんま言わない方がいい。今までの彼女とか行きたいって言わなかったもん。あんま彼女、あ、恋愛触れない方がいいね、ごめんごめん。いや今までの彼女はね、あのこんな僕でもいるにはいるんですけど、大学の時とかさ、ほら彼女いたじゃん。まあ一応ね行かなかったんだ。行かなかったね。じゃユニバーサルスタジオジャパンは行ったことない。ないんだ。行ったことある遊園地は、うん、豊島園。これは中学の卒業旅行の時に男4人で行きました。東京都にあるね、あのプール、あの何、水着大会、なんだっけ、水泳大会で有名なね、うん、豊島園。豊島園と、私逆に行ったことない豊島園。本当に、うん、あとシーパラ。シーパラ、八景島シーパラダイスね。これ神奈川県ね、あの横浜市金沢区にあるですね、八景島シーパラダイス。八景島シーパラダイスはね、イルカショーとか見れるね。イルカショーとか見れるね。行きましたね。水族館と遊園地がガッチャンコしてるね。そうだね、遊園地っていうほどでもないけど、まあ遊具、あ、ちょっとある。結構あるよ。そうだっけ。ブルーホールもあるし、あ、そっか。あとなんかジェットコースターとかもあるし。うん、乗ってない。遊園地し、すごいもうちゃんとした遊園地ですよ。メリーゴーランドももちろんあるし、ね、あとあれはあの読売ランド。読売ランドはね行ってないと思うな。だってさ神奈川県のさ、あの、ね、大学の近くじゃん。近いけどね行ってないと思う、うん、読売ランド、うん、うん、そっか。あとなんか有名どころで言うと長島スパーランド行ってないな、ね、今最近ね名原の里の地ビールとかね、あと温泉とかでね人気ですよ、はいはいはい、イルミネーションとかで人気ですけどね、うん、昔ねもう今もそうですよ、絶叫がすごいですねあそこね、長島スパーランド、三重県飛島村かな。あ、そうなんだ、行ったことないですね。あとはじゃああれは富士急ハイランド行ったことない。そうですね、うん、遊園地といえば、はい、絶叫マシーンじゃないですか。絶叫マシーンね、うん、苦手なんだよね。そう、え、何が苦手なの絶叫マシーンの。あのね、うん、中3の時に中3の時に豊島園に行ったって言ったじゃん。はい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 。その時に、その時
結構有名だったジェットコースターがあったの、名前忘れちゃったんだけど、なんだろう、それに1回乗って、うん、面白かったからもう1回乗ろうっつって男4人で行ってたから、同じやつで、そう、もう1回同じのに乗ったの、はいはい、そしたらあのこのさ揺れがすごくって貧血起こしちゃって、俺アップダウンがちょっと横横アップダウン、あどっちだろう分かんないんだけど、気持ち悪くなっちゃったんだ、そうで気持ち悪くなっちゃって、あらまあ、あダメだってなって、なんかちょっとした水族館みたいなところで一人で休んだりして、それからねジェットコースターは苦手になっちゃったんだ、そうなんだ、うん、乗れないんだ、まあ別に乗らなくてもねそんなにね、うん、生活に支障出ないけれども、そうだったんだ、実はね私もねあんまりねジェットコースター得意じゃないです、そうなんだ、落下系がダメ、垂直落下がダメ、はいはいはい、だからそれこそねブルーフォールもダメだし、はい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 、そうでね思い出すのはね、はい、中学校の修学旅行で行った、私名古屋の修学校通ってたんで、はい、名古屋とか名古屋の隣のね市の中学校通ってたんで、うんうん、東京だったんですよ、中3の修学旅行が東京、おでも結構ね自由に好きなとこ行っていいよみたいな、東京の中ね、うん、乗り換えとか調べて自分たちで、うんうん、当時スマホと本もないですから、うん、時刻表とかでちゃんと調べて行ったんですけど、はいはい、自由時間にはですね目黒のケニア大使館に行ったりとか、ね、目黒のケニア大使館、中学生がね自由行動でケニア大使館選ぶってすごくない？それみんなで多数決でそこに決めたの？そうで、しかもね私班長だったのでケニアの大使に手紙を書きまして、行ってもいいかっていう、なぜケニア大使館を選んだの？まあなんか授業でアフリカの授業をやったんですけど、はい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 、キリマンジャロ国立公園っていうね公園があるんですけど、はい、そう、そこのね、まあ、自然の素晴らしさと、あとケニアといえばマサイ族、マサイの戦士ですね、非常に興味があってですね渋いね、なんかでケニア大使館に行きたいってなってですね、そう、でもね確かね学年でなんかみんなどっかしら大使館1個選べみたいな感じだったの。ああ、なるほどね、勉強になるし、そう、はい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 、で大使と文通して OK 取れたら行くみたいな感じだった、確か、うんうんうん、で行ってきました。それは、ね、それもいい思い出なんですが、はい、その 最後の日の前の日かなの夜にですね、うん、あそこ後楽園遊園地か、当時後楽園遊園地って名前、はいはいはい、今なんだっけ、わかんない、行ってないからずっと、後楽園遊園、まあ、いいか、うん、後楽園遊園地に、ね、うん、行ったんですけどね、はい、で、まあ、ジェットコースターこういう系は得意なんですよ、うん、こういう系はスピード系は割と大丈夫なんですね、なんですけど、落下系のやつがね当時有名なやつがありまして、ブルーフォールみたいなやつ、あ垂直落下系ね、でね当時ね、なんかでも、はいはい、すごいそこはね後楽園の一番の何目玉の絶叫マシンだったの、その落下系が、名前は忘れちゃったけど、で、タワーハッカー、タワーハッカーだ、懐かしい、乗った、俺も乗ったことあるかも、もしかしたらこれ聞いたことあるのかな、じゃあ、そうでね、私じゃもうそのジェットコースター乗って調子に乗ったわけですよ、結構大丈夫なんですってで、なんか友達と女の子2人隣に乗ってさ、はいはい、で、ジェットコースター落ちる瞬間好きな人の名前叫ぼうとかって言ってやってたとかしたので、ね、中学生っぽいでしょ、はい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 、そうやってたんだけど、で、そのタワーハッカーに乗って行けるっしょと思ったら、はい、一番上行くじゃないですか、はい、後楽園遊園地の屋根とか突き抜けるんですよ、あー、はいはいはい、で、東京ドームがね近くにあるんですよ、東京ドームこんなになるわけですよ、はいはいはい、なるなってたかも、そう、こんなちっちゃくなって、そのぐらい 300m ぐらいだった気がするんだけど、はい、上がって、あれタワーハッカーで足プラプラしてるやつだよね、足プラプラプラでね、しかもねいやらしいのがね、一回落ちると見せかけて一回止まず、ガクン、シューンって感じです。もう最悪ですね。一番上に上がった瞬間、お母さんって感じが起こりましたね。そう、それからそれ垂直落下をね、舐めちゃいけないって思いまして、ね、そう、垂直落下系は。だけどね、普通に後ろ向きに乗んで、ね、コースターも大丈夫だし、足ブラブラ系も大丈夫なんですけど、垂直落下だけはダメなんですね。俺も一回乗ったけどね、最初は大丈夫だったけど、もうダメかな。だって好きな人の名前叫ぼうって言ったのが、お母さんいやー、絶叫マシーンの話盛り上がったね。やっぱ、あの時のことを思い出すとさ、アドレナリンが出ちゃうよね。そう、はぁーみたいなね。
もうね、今乗ったら多分足すくんじゃうと思うな。そうだよ、怖くて。そうだよ。ということで、4回にわたりましてお送りいたしました、おかっぱみきとメガネズのプレミア公開、いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。ちょっとね、あとで編集とかねしたりとかしてね、面白い感じに仕上がってるかと思いますけれどもね、今自分でハードル上げた、これから編集するのにねー、ぜひですね、感想ございましたらぜひコメント欄に残していただけると我々の活動の励みになりますので、うん、ぜひあなたの感想をお聞かせください。ということでエンディングテーマいきたいと思います。プレミア公開最終日、この曲を聴いてください。唇に歌声をブルーな時の合言葉、公開 YouTube お楽しみいただけましたでしょうか。ぜひチャンネル登録してくださいね。ため息色のあの日の僕はないものばかり数えていた。一人ぼっちのような気がして、自分のことしか見えなかった。ありがとうの数を数えてみたら、一人じゃないことを知った。ポチッとよろしく。本当に大切だと思ってる誰かを大切にするには、自分も大切にできるような強さが必要だと知ったよ。きっと未来の自分が見たら大したことないって言うだろう。ブルーな時の番組を撮り終えた後にシェード君がですねブログに、収録の裏側、生放送の裏側みたいな感じでね、ブログ記事にしてくれます、URL 貼っときますのでぜひ見てくださいね。チェックよろしく。YouTube の方でも生配信やっていこうかと思いますので、ぜひチャンネル登録もねみんな押しちゃって。おかまびとメガネスでした。ありがとう。じゃあ今日もこの方の一言で締めていただきたいと思います。いいですか。次回も見てね。あ、ミッキー。僕ミッキー。